同点 U21 は将来の北海道美術界を担う若い才能を発掘することが目的で、今年で12回目です。対象は15歳から21歳までの作品で、会場には若者の感性あふれる絵画やオブジェなど合わせて826点が展示されています。力作ぞろいの作品の中で HTB 賞には、鳥が獲物を追う様を表現した大西萌さんの立体作品チェイシングプレイが輝きました。展覧会は今日午後4時まで札幌市民ギャラリーで開かれています。